いいよ、ついてこなくて。いいよ、なんもないよ、食べるもんなんもない俺。ほら後ろからトラック来たから、今からヒッチハイクするから危ないよ、道ずれてください。頼む、はい、あ、ポンサバン、ポンサバン、チプラ、あ、チプラ、オッケー、あ、後ろ、オッケー、あ、後ろの来た、これ多分途中までオッケーなパターンだ。コブチャイ、マイフォンは、ポンサバン、ポンサバン、ヨアン、コレアは、あ、ジャパン、あ、ジャパン、日本、日本、ジャパン、anh Việt Nam là Nhật Bản, Nhật Bản, muốn, okay, lột 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 mà.今ベトナムのお兄さんにヒッチハイクさせてもらいました。写真撮りましょうって言ったら、お兄さんの一人があのこれを持ってういーってやって、めっちゃ面白かったです。多分10キロぐらい乗せてもらいました。こんな感じで今日も小刻み作戦で行きたいと思います。止まってくれた。あ、ポンサバン。This route 向かう。あ。すぐ後ろ。OK。あ、後ろ。OK。あ、Thank you。よし。オッケー、ありがとう、乗せてくれた。ポンサバンまでは行かないみたいなこと言ってたんですけど、多分途中までだったらいいよみたいな感じでした。初ヒッチハイク2台、めちゃめちゃ楽しかったです。今めちゃめちゃケツが痛いんですけど、もうその痛さを超えるぐらいもうワクワクしました。途中痛すぎて立って乗ってました、ずっと。ということで今小さな町にいます。ラオスの子供たちが自分を不思議そうに見ています。サバイディー、サバイディー。みんな民族衣装を下着ています。これは制服なのか。サバイディー、美味しそうだね。
本日3回目の車両はこちら。あ、乗り心地がめっちゃいい。着きました。あっという間に着きました。なんか今さっきの車でめっちゃ疲れてすごいうとうとしちゃって、でも寝落ちしそうになった瞬間に、ああ危ない危ない寝ちゃダメだみたいなのとずっと交互な感じでした。今日はここで泊まります。どっか安いゲストハウスを見つけて、あとラオスの伝統料理のラープってやつもめちゃめちゃ食べたいんで、それがものすごい楽しみです。クン・ヌング・タオダイ。お、10万キープ一泊。わお、よし。あ、イエス、プリーズ。とりあえず今日はビールを飲みたいと思います。こんな晴れてるいい日にラオスのビールを飲んだらやばいだろうな。早くこの重い荷物を置きたい。うわいいね、いいですね。うわめっちゃ綺麗だ。部屋はこんな感じです。まあ、昨日と変わらず、トイレとシャワーが一緒。もう全然これにも慣れたんで大丈夫です。いって、あー、う、なんで落ちてきた。今ここを開けただけなのに。こいつはもう開けねえ。ダメだ、さよなら。まずはビールとラープを頼みました。実は日本にいた時に海老名に東南アジアの料理屋さんがいっぱいあるエリアがあって、そこでラオス料理一回食べたことがあります。でめちゃめちゃ美味しくてハマって、でいつか現地のラープを食べたいなって思ってこの日が来ました。あー最高だな。じゃあすいません、失礼します。涙が出てきそうだ。このビアラオがめっちゃうまいんですよね。もう好きな味です。うまい、うますぎる。ラープが届きました。こんな感じですごいいい匂いがします。では本場のラープ食べたいと思います。あーいい匂い。あ、辛い、おいしい。めちゃめちゃ唐辛子が効いてて辛いんですけど、めちゃめちゃおいしいです。そしてもち米が届きました。カオニャオっていう、おー、これまたすごい量だ。めちゃめちゃうまい。日本のもち米よりももうはるかに弾力が強いです。餅に近いようなもち米です。今猛烈にブラックコーヒーが飲みたくなったので近くのカフェに来ました。
で Wi-Fi のパスワード教えてくださいって言ったらボードに書いてあるよって言われて、でそのボード見たらたけし007って書いてあったんで、そのたけしって日本人ですかって聞いたら、ドラえもんのたけしから取ったんだって言ってて、たけしっていう風にお母さんの真似をして、めちゃめちゃ面白いお母さんでした。ベトナムではブラックコーヒーがずっと甘かったので、ラオスのブラックコーヒーはどうなのか楽しみです。ちゃんとブラック。